そ、あの女どこ行きやがった。事務所ウィザー、誰か、誰かいませんか。誰だい。朝から想像し、助けてください。悪い人に追われてて。あの、どこにいらっしゃるんですか。俺が見えんのか。ここだ。ここって、あの、どこ見てる。え、お前の後ろだ。ふ、俺に何か用か。また一人俺の美貌で失神させちまったぜ。もしもし、お嬢さん。仕方がない、あの手で。むひゃふい、ちょっと失礼。おい、大丈夫か。おい、起きろ。くそ、なんだこの山は。おら、なんかにつまずいちまって。あなたは一体。気がついたようだな。俺は霧島ジョージ、私立探偵だ。キュー、やっと見つけたぜ、姉ちゃんよ。おとなしくついてくりゃ痛い目見ずに済んだのによ。痛い目見るな、てめえの方だぜ。誰だ、どこにいる。ここだ。どこで。ダメ、出てきちゃダメよ。おい、今胸の中に何か隠しただろう。ギャー。エッチ。エッチ。どこだ一体。ここだ。いったー。兄貴、ソミ、どこへ。トイレだ。トイレ、早く。はい。逃がすな。おい、そこに座って紐を引け。座って、違う、青いやつだ。まったく世話の焼ける。でも私免許取ったばっかり。俺に運転させる気か。早く。はい。
嬢さん、名前は？足川あさみ。あさみさん、どうやらあなたはとんでもない事件に巻き込まれているらしい。私にも何が何だか。前を見て運転しなさい。前を。一つだけ質問してもいいですか？あ？どうしてそんなに小さいの？それは…それは？やめとこう。秘密は男の財産だからな。決まった。どうやら追っ手は巻いたようだ。次の交差点を右折してくれ。え？この件は長引きそうだ。その前に一仕事片付けよう。これは？江戸時代に作られた鶴瓶井戸だ。使われなくなって30年以上経つが、住職の意向でそのまま残されている。へえ、私井戸って見るの初めて。柵の錠を外しといてくれ。その間に支度をしてくる。え、でも番号が5480だ。さすが探偵さん、調節日ってわけね。ねえ、その荷物をくれ。5480。開いたよ、ジョージ。ついでに井戸の蓋も外しといてくれ。蓋？なんだか深そう。やっぱり深いんだね。ジョージ一体。ジョージ、その受けに俺を乗せてそこまで下ろしてくれ。え、あるものがこの井戸の底にある。それを見つけて依頼主に渡すのが俺の仕事だ。でも危険だよジョージ。探偵に危険はつきものさ。さあ早いとこ頼む。合図を送ったら桶を引き上げてくれ。誰かがいたずらして投げ込んだんだな、バチ当たりが。
ずい、綱が、今綱が切れたら。こんなこともあろうかとタンクの一つにはヘリウムを入れておいたんだ。おえ？あのおばあさん、よっぽど嬉しかったんですね。まだ10代の頃に誤ってあの井戸に落としてずっと気になってたって言ってましたけど、どうも親とか亡くなった旦那さんからもらったものじゃないみたいですよ。一体誰からもらったんでしょう。聞いてますか？いや。そんな大事なことも聞かないで依頼を受けたんですか？浅見さん、人にはそれぞれ事情ってもんがある。おそらく彼女にとってあのかんざしは何か大切な思い出の品なんだろう。それが分かったから俺は引き受けた。それで十分じゃないのか。この人もしかしたらすごいいい人なのかも。前を見て運転しろ、前を。何当てるなよ。くそ、しつこい奴らだ。ジョージ、何をする気？アストン・マーチン・ラコンダ V8 ラジオコントロール階段。俺がおとりになるから、その隙に逃げろ。いや、一人にしないで、ジョージ。俺の目を見ろ、アサミ。俺は必ず戻ってくる。本当に？だから前を見て運転しろって。車じゃ追いつけん。
行きましょう。ジョージか。博士、あれはできてるか。かわいい。おい、しゃべってるぜ。おじさん、この人形いくら？そうだね、いいな。うせい。チッ、ガキは嫌いだぜ。これのことじゃろ。52型レシキ戦闘機じゃ。なりは小さいが性能は本物に負けんぞ。いえ、本当に飛ぶのかよ。当たり前じゃ。それにミサイル付きじゃ。当然ミサイルの撃ち方は分かっておるな。おうよ。風速 1.5 メートル、発進スタンバイ。ワクワク。じゃあな、暴れてきなされ。ハッ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 。かっこいい。ねえねえ、あれいくら？そうだよ、待ってろよ。ボスが来るまでおとなしく待つんだな。安心しろ、痛い目には合わせねえ。そうそう。だがな、俺たちはエッチな悪党なんだよ。俺は必ず戻ってくる。何よ、ジョージの嘘つき。ベチュー！ダッチー！ジョージ！目標6メートル！カモンカモン！ロックオン！騒ぎは。ボス、様子が変ですね。あった、ボス発見。けどもうミサイルがない。脱出。なんだ貴様は。霧島ジョージ、私立探偵だ。あちちちち。いやいや。これはどういうわけか説明してよ。お父さん。お父さん。お嬢さんだったんですか。ボスの。やべえ。一人娘のお前が家を飛び出したんで、お父さんは心配で心配で、どこぞの悪い男に騙される前に連れ戻そうと。アサミはもう子供じゃないのよ。一人で自立していけるわ。二十歳にもなら娘に何ができるか。この探偵さんの秘書をやるのよ。はい。お前に秘書など務まらんわい。探偵さんも困っておられる。困る困る。それに浅見はもう探偵さんとエッチしちゃいましたの。なし。貴様。いや、俺は何も。娘をよろしく頼みます。
し。しけた日だったぜ。俺は霧島ジョージ。私立探偵だ。この大都会の静かな夜景だけが俺の心を和ませる。ジョージだ。こら、ジョージはおもちゃじゃないの。だって。タバコ吸ってる不良だ。ねえねえ、あれいくら？そう、ジョージ、新しいやつを作ったんじゃが、試してみんか。だから違うの。だっていくらなの？みたいなもん。ジョージのガキは嫌いだ。無理だ。